身代わり掛け声だけは勇ましいけれど。 腰が決まっていないので、やり先はふらふらだった。勢い込んで突っかけたのが、桶川道をつるりと滑って、おおと言うと、そのままつんのめって言って、生垣の中へ頭から半身を突っ込んでしまった。金之助はもう少しで吹き出しそうになったが、亀の子のように手足をバタバタさせてもがいている桂之助の姿を見ると、 そのまま放っても置けないので、後ろから行って引き出してやった。慶太郎は、ペッペッと唾をしながら、真っ赤になって怒鳴り立てた。貴様は、俺をわざと突き転ばしたんだろう。とんでもないことです。私は、若様のおっしゃる通り、ちゃんと動かずに立っていました。嘘だ、嘘だ。俺が突っかけたとき、 貴様は体をひねったじゃないか。でなくって俺が転ぶわけがないじゃないか。貴様は初めから俺を突っ転ばすつもりでいたんだ。私はそんな卑怯なことはいたしません。何卑怯だと怒り出すと言葉の区別もつかなくなる若様である。いきなり拳を振り上げて金之助の方を殴りつけた。 さすがに金之助も顔色を変えたがこんな時に少しでも逆らったり拳を酒でもしたらなおさらひどいことになるのを知っていたからじっと歯を食いしばって我慢していた力任せに四ついつ殴った時「慶太郎何をいたす」大声に言いながら与右衛門が近寄ってきた榊原与右衛門はこの三河の国 尋常で一本榊と異名を取った旗頭である。自由剣美の武士で、上代松平兵部の右腕と言われる人だった。慶太郎はその一人息子で、これはまたひどくわがままな乱暴者である。そしていつもそのわがままのお相手をするのが金之助であった。金之助は与右衛門の老頭の子で、 慶太郎と同じ年の15歳であるが数年前に父が死んでから病身の母を守って紅葉を怠らぬおとなしい性質の少年だったおとなしいから余計にわがままのお相手を申し付けられるのであろう今も槍の稽古をするからというので愚息を着せられて庭隅へ立たせられ慶太郎の槍の稽古台になっていたのだ なぜ人を殴ったりする与右衛門は近寄ってきて叱りつけた。いつも乱暴をしてはならんと申し聞かせてあるのになぜ言うことを聞かないのだ。金之助が悪いからです。慶太郎は頬を膨らせて槍の稽古をするからちゃんと立っているというのに私がついていったらわざと体をかわして転ばしたんです。 何を言うか。槍の稽古をするなら、互いに槍を持って立ち会わなければならぬ。ただ立っている相手をついたところで、稽古にも修練にもならないではないか。またたとえ体をかわしたからといって、それで転ぶのは自分が未熟だからで、金之助を殴る理由は少しもないぞ。でも動かない約束なんです。 それなら石地蔵でも相手にするがよい。金之助は用事の多い体だから、そんなつまらぬ遊び相手に使ってはならぬ。慶太郎は、ベスを書きながら返事もせずに立ち去った。与右衛門は、きつい目でその後ろ姿を見送っていたが、金之助の方へ振り返ると、その目は自然と静かにやわんだ色に変わった。そして、 何か話しかけたいような様子であったが「おむらの具合はどうだ寒いからよく気をつけてやるがよいぞ」そう言ってうちの方へ立ち去った金之助は具足を脱ぎ慶太郎の放り出していった稽古やりを拾って侍部屋の方へ回って行こうとしたが庭木戸まで来るとそこに立っている一人の少女がそっと走り寄って 金之助さん、痛かったでしょと声を潜めていった。おななは、足軽内田松右衛門の娘で、歳は十三であるが、気量よしの気のかった少女だった。見ていたのか、おななちゃん。あたし、悔しくって胸がキリキリしちゃったわ。あの乱暴な慶太郎のやつ。いけないよ、そんなことを言っては。 金之助は急いで遮った。たとえ無理なことをしたって若様はご主人なんだ。俺だって悔しくないことはないけれど若様は世間知らずで何もわからないんだから仕方がないのさ。まるでまだ赤ん坊なんだよ。それに旦那様はよくご存知なんだ。それでいいんだよ。あなたは我慢強いのね。 おななは感心したようなまた少しばかり非難するような声で言った「あなたは今にきっと偉い人になるわあの若さまなんかあなたの馬の口を取る値打ちもないほど偉い人に」「ありがとうおななちゃん俺は」言いかけたけれど金之助はそのまま後を言わずに侍部屋の方へ立ち去った。 に、「金之助どうかしたのかい寝床に横になって足をもませていた母親のおむらがふと目を開けていぶかしそうに振り返った金之助は慌てて微笑しながらい,いえどうもいたしません隠さなくともいいまた若さまにいじめられたのであろう言いながらおむらは 足首へ手をやってそっと拭った金之助の涙が落ちたのであるそんなことはありません私はただいいえ知っています昼間おななさんが来てすっかり話していきました金之助お前さぞ悔しかったろうね 違うんです、お母様。金之助は強く頭を振っていった。若様のことなんか何でもないんです。それより私は、旦那様のことを考えていたんです。旦那様はいつもご親切にしてくださいます。今日もお母様のことを聞いて、大事にしろとおっしゃいました。私は、 旦那様のお顔を見ていると、本当のお父様のような気がしてきて仕方がないのです。それを考えていたら、つい、金之助、お前。小村は、ぶるっと身を震わせたが、そんなバカなことを言うものではありません。もし人に聞かれたら何とします。お許しください。 二度とは申しません銀之助はすぐにおとなしく頭を下げた。若様のことなんか何でもないと言ったけれどそれは嘘だった。何年もの間わがままのお相手をしてきて無理のありったけを言われたりわけもなく打たれたりしているうちに銀之助の身内にはいつか悔しい思いが強く湧き 今に見ろという激しい発奮の心が起こってきた。いつまでこんな小足軽でいるものか。今に一国一条の主になって、立派にマキアの仮名をあげてみせるぞ。そう決心したが、それにはここを去らなければならない。ここにいてはただの老頭の子でしかないのだ。京へ出よう。 今日では将軍足利義輝を中心に今や天下の風雲まさに急ならんとしている京へ出て立身出世の道を求めようそう思うたびに病心の母をどうするかと気づいて決心が鈍るのだった母の足に思わず涙を落としたのは今日の悔しさと同時に思うままにならぬ 身の上の悲しさを考えたからであった。もういいからお休み。大丈夫です。もう少し重みいたします。また明日の朝が早いのだし、なんだかこうやって毎晩もんでもらうのはもったいないような気がしてならないよ何をおっしゃるんです。金之助は驚いて打ち消した。 十分に薬も差し上げられず、お好きなものも思うままに整えることができなくって、私こそ申し訳なく思っていますのに、どうかそんなことをおっしゃらないでくださいまし、その代わり、今にうんと出世しましたら、金之助、私は、お前に、おむらは急に何か言いかけ、 しばらくその後をためらっている様子だった。そして、やがてほっとため息を漏らしながら、私がお屋敷へ乳母に上がらなかったらね、と独り言のように呟いた。何ですか乳母に上がらなかったらとおっしゃるのは。ああ、い,いえ、何でもないんだよ。 それより本当にもうたくさんだからお休みそう言って寝返りを打った母のおむらは若さまの生まれた時き、大母に上がっていた同じ年のほとんど同じ月に生まれた金之助は若さまと父兄弟にあたるというので同じ老働の中でも別の扱いを受けてきたのである それを今になってどうして乳母に上がらなかったら、などと後悔するようなことを言い出したのか、金之助にはまるでわからなかった。母を寝せて自分の心情へ入ってからも、金之助は長いこと灯0日の下で書物を読んでいた。これからの武士は強いばかりではいけない。 学問も十分にしなければならぬと思うので万葉の読書は欠かしたことがないのだそうして床へ入ったのはもうやがて今の時刻で午前1時を過ぎた頃であった疲れているのでまだほんのしばらく眠ったとしか思わない自分裏の雨戸を忍びやかにトントンと叩く音がして 金之助さん」金之助さんさと呼ぶ声が聞こえた金之助はハッと目を覚まし半ば夢中で返事をしながらそれでも手早く身支度をして裏口へ出ていった「おななちゃんかバカに早いな」「嘘よいつもと同じだわ」「そうかなあ」 俺はまだ横になったばかりのような気がするけどすぐ行こうね金之助は物置へ入って大きなざると桑とスクいざるを取り出してきた貧しい家の暮らしを助けるために豊川のしじみを取って街道へ売りに出るのが毎朝欠かせない二人の仕事であった三 春まだ2月初め水は氷のように冷たかったひっそりとして鳥影も動かぬ河原に朝もやが低く漂いはるか下流にある堰の水音が川波の上を寒々むむと響いてくる金之助が桑ですくいざるをかき込んであげる小砂利交じりのしじみを岸にいるおなながせっせとえり 二つの大目ざるへ分けて入れる。その手元からいつか夜はしらじらと開けていった。金之助さん、ふとおななが顔を上げていった。あなたはいつか今日へ行きたいって言ったことがあるわね。えちょうどそのことを考えていたところなので、金之助はぎくっとしながら振り返った。 まだ今でもそう思っているそう考えたこともあるよだけど今でもそう思っているなら私、いくらかお役に立つことができると思うわあなたのお母様よお母様を私の家でお世話してあげたいのありがとう嬉しいよおななちゃん 金之助は微笑して言った。京へ行きたいのは本当だけれどお母さんはあの通り病心だからたとえどんなことがあっても人に預けていくなんてことはできない自分の出世も大事だけれど親を捨てるような心がけで出世ができるはずはないんだ京へいらっしゃい金之助さん おは強い口調で繰り返した。「あなたが出世をすれば一時の不幸は取り返しができるわ。お母さんにしたってあなたをこんな」。おナナの言葉を切って「ドーンドーン」と突然2発の銃声がごく間近に起こった。そして五六の狩りが、 はおとすさまじく舞い上がるのと同時に、金之助の方をかすめて玉がピュッと飛び去った。思いがけない出来事に、あっと身をかわしたが、足が滑ったので、金之助はザブッとしぶきを上げながら流れの中へ転がり落ちた。危ない金之助さんおななは驚いて夢中で叫びながら、 すそのぬれるのもかまわず川の中へはせい手を差し伸ばして金之助を助け起こした。怪我をなすってえ大丈夫だ。弾が当たったんじゃないの大丈夫だよ。ただ転んだだけなんだ。金之助はぬれネズミのようになって立ち上がった。おななはかいがいしくすそなどを絞ってやった。 するとそこへ向こうから銃を持った2人の男が走ってきた見るとそれは慶太郎若様と家来の若侍であった「あ若様だわ」おななが驚いてささやくうちに慶太郎はずかずかと岸へ進み出て「今俺の邪魔をしたのは貴様か」と恐ろしい声でわめきたてた せっかく痛めるところを逃がしてしまったじゃないか。馬鹿者。貴様が水音さえ立てなければ、確かに庭羽は言い落としたんだぞ。俺が狙っているのを承知で、わざと。違います。違います、若様。おななが耐えかねて叫んだ。今の水音は、若様の玉を避けようとして、金之助さんが転んだんです。その前には、 何も音なんか立てやしません。おななちゃん黙って。金之助は強く遮って前へ進みながら、慶太郎に向かって丁寧に頭を下げた。申し訳ございません、若様。お許しください。今更謝っても狩りが戻るか。貴様のおかげで、昨日は父上に叱られ、今日はまたこんな恥をかいたぞ、バカ者。 避ける暇もなく慶太郎の平手がピシッと金之助の方で鳴ったその時金之助は拳をブルブル震わせ火のような目で相手をひたと睨みながら大きく一歩前へ踏み出したその様子があまりに恐ろしかったのであろう慶太郎は慌てて後辞されをしながら「東七郎行こう」と言うと家来を連れて 逃げるように川上の方へ立ち去った。おななは美しい唇を避けるほど噛んでいたが、くるっと金之助の方へ向き直って、声を震わしながら叫んだ。どうして謝ったの、金之助さん。悪いのはあなたじゃなくて若様じゃないの。相手がご主人の子だから、どんな無理なことでも謝るの打たれても黙ってるのもしそうなら。 あなたは卑怯者だわ。卑怯じゃない。卑怯者じゃない。金之助はぐっと額を上げていった。男はこんなことで怒りはしないんだ。こんなつまらぬことで薪や金之助は怒りはしないぞ。おななちゃん。そして今にきっとお前にもわかる時が来るよ。4 その夜、もう夜中をずっと過ぎた頃、母の寝息を伺いながら、金之助は旅立ちの支度を急いでいた。着替えを包んで、父の形見の刀を取り出して、星を袋に詰めればそれでいいのだ。それが済むと、今度は机に向かって手紙を二通書いた。一通は母へ。 そして別の一通はおななに当てて、母を頼む、とくれぐれも念を押して書き終わると、机の上にきちんと揃えておいて、金之助は母の寝間の方へ向かって座り直し、お母様、私はしばらくおいとまをいただきます。日へ登って立派な武士になり、マキアの仮名を上げるまでは戻りません。 不幸の罪は恐ろしゅうございますが、私を哀れとおぼしめしてお許しください。必ず、必ず立派な武士になって帰ります。ささやく声の半分は涙であった。いざとなると悲しさで胸がいっぱいになり、立とうとするたびに気が弱ってくる。しかし金之助はこれではならぬと自ら叱って、 静かに裏口から家を抜け出した。豊川の河原で慶太郎の平手打ちを送ったとき、金之助の心ははっきりと決まったのである。りもよし、おななが母を引き取ろうという。ここで京へ出なければ二度と機会は来ないかもしれぬ。そう決心してついに彼は奮起したのだ。戦国の世のこととて、 夜中に街道の往来は危険である。勤之助は城下を鍛え抜け設楽氷から雨山を越えて衣へ出ようと足に任せて夜道を強行したおよそ一時半ほど息つく暇さえ惜しんで急ぐうちやがて豊川の本流を渡るところへ行き着いたもう八つ半を過ぎたであろう 夜の明けぬうちに川を越せば、もうすせ城の者のに捕まる恐れはない。そう思うと、疲れた足も軽く、下の小道を河原の方へと降りていった。けれど、二十歩余り進んだところで、金之助は不意に立ち止まると、何を見つけたのか、いきなり身を翻して、左手のやぶの中へ隠れた。人が来る。それも五人や十人ではない。 やぶの中からそっとうかがっていると、あとからあとからと続いて登ってくる人数はおびたらしいものであった。しかもみんな槍を肩にしたり、陣立ちを追ったり、差し物をひらめかしたりしている。ひたひたと武者わらじの足音に混じって、甲冑や物の具の触れ合う響きがする。何事だろう。 今自分こんなところで常連をするはずはないが。不審に思っていると、長沢隊は土手の下で止まれ。と叫びながら馬上の武士が一気川の方から駆け上がってきた。山名号の先人は橋口大善殿に決まった。合図のあるまでこの隊は堤の下に待つ。お使い番。 列の中から誰かが呼びかけた。それはどなたのお指図か承りたい。掛川殿の旗本から出た命令だ。抜け駆けは軍令に背くぞ。言い捨てながら使い盤の武士は川上の方へ馬をあおって去った。掛川殿、金之助は驚いて息をのんだ。山名号を攻める。 掛川殿とは、今、徳川家康と不安を伝えられている北条氏直のことである。橋口大善という名は、三河の国吉良の城主、吉良義弘のばっかで、有名の高い武将ではないか。近年、吉良は北条氏とはって、密かに徳川氏を攻略しようと企んでいるという噂が高い。そうか。 金之助はすぐ事情を悟った。北条とキラが軍勢を催したのだ。彼らは今、スセーに不意打ちをかけようとしている。そして、お城では何も知っていないのだ。知らせなければならぬ。そう思うとともに、背に結んでいた包みを解き捨てて身軽になり、やぶいに、 キラの軍勢とは反対の川下へ二丁余り下った。幸運にも包みの下に一軒の農家があって、馬の鼻を鳴らす声が聞こえる。金之助は素早く馬屋へ走り寄ると、断っている暇も惜しいのでそのまま引き出し、裸のせい飛び乗り様、須瀬城に向かってまっしぐらに走り出した。案内知った土地である。 野も畑もなく、賭けにかけて、半時足らずのうち、城下へ行き着いた金之助は、そのまま、榊原与右衛門の屋敷へ乗りつけ、ご門番、おお聞きください、一大事です。と、破れんばかり門を叩いた。誰だ、何事だ、今自分。金之助でございます。お城の一大事ですから、旦那様をすぐお呼びください。 待って俺門を開けておいて、万氏は奥へ走った。五。与右衛門は寝巻きのまま、太刀を下げて出てきた。金之助か、一大事とは何だ申し上げます。豊川岸へ、吉良勢が押し寄せております。何今頃は山名号を攻めておりましょう。 工場の軍勢も国境に迫っていると存じます。与右衛門は、あっと言った。それはまことであろうな。私がこの目で見届けたのです。一刻も早く出陣の御用意を遊ばせ。私はきどきどへ知らせに回りまする。頼む。わしは直ちに潮へ登るぞ。行きがけたが振り返って、 金之助、手柄だぞと頼もしげに叫んだ。警鐘が打ち鳴らされ、伝令が八方へ飛んだ。走り集まってくる兵や、東西と北の関を固めに繰り出す兵で、すせ城下はたちまち怒とのように湧き返った。しかし、どうしても不意を突かれたことは取り返しがたく、二時とたたぬ間に、東の出城山照。 北の出城二所、西は山名号、小草号にかけて、続々敵に攻略され、その世に及んでは、周囲十二里の作業で、危うく食い止めたまま、須瀬城は完全に包囲されてしまった。時に永禄八年、二月十四日のことである。東の国境には、北条氏直の兵一万二千。 西は豊川の岸を犯して、吉良左衛門之丞の一万余儀。北の関には、牧野同意の軍八千。これらの人数が城下の柵に迫って、蟻の這い出る隙もなく、ひしひしと取り囲んでいた。金之助は、キドキドへ急放すると、一度家へ帰って、書き置きの書面を破り、母のことをお七に頼んでから、武装をして、 与もう京へ行く必要はない機会はここへやってきたのだこの合戦で一番やり一番首の手柄を立てるぞ金之助は誘約したしかし合戦は容易に起こらず堅固な錯誤を中にして敵味方の対陣は七日に及んだ 2月21日の夜のことであるおななは陣中の金之助を慰めようと焼きもちを作って家を出かけていったところが西の木戸にある陣場の手前2丁ほどのところまで来た時左手の闇の中で何やら聞き覚えのある声がする「黙れ俺の言う通りにしろ」 低く脅かすように言っているのは確かに慶太郎の声である。もしやまた金之助がいじめられているのではないかと思って、そばのくぬぎの木陰からそっと覗いてみると、案にたがわず慶太郎が片手に刀を抜いて金之助に迫っている。あ危ない。叫びそうになったが、やっとこらえて、おななは、 息を殺しながら見守った白人を突きつけられた金之助は顔色も変えずに平然と言った刀をおしまいください刀を納めてから用をおっしゃってください足軽でも牧や金之助は武士です刀で脅かされて言うことを聞くような臆病者ではありません黙れ 言う通りにすればいいんだ。刀をおしまいなさい。金之助は大音に叫んだ。ずんと腹の底へ通る声だった。慶太郎は一歩下がりながら刀を鞘に収めた。その手はガタガタと震えていた。伺いましょう。御用をおっしゃってください。その具足を脱いで、 俺のと取り替えるんだ。それから、慶太郎はごくりと唾を飲んだ。そ、それからすぐに、敵の囲みを抜けて岡崎へ行くんだ。援軍を頼みに。金之助の目がきらりと光って、そして突然相手の腕をつかんで引き寄せると、それは、 あなたが申しつかった役目ですね。いやいやそれは。正直におっしゃい。あなたは自分で申しつかったけれど、敵陣を抜けるのが恐ろしいので、私を身代わりにやろうというのでしょう。頼む頼む金之助。俺は俺にはとてもできないんだ。敵に捕まった時のことを考えると、 俺は、俺は怖くって。慶太郎が泣き声で頼み入る有様を、金之助はじっと睨みつけていたが、よろしい。早く鎧を脱ぎなさい。行ってくれるか帰るまでどうしているつもりです。お前の家に隠れているよ。ばあやは俺をかくまってくれるだろう。 だが金之助内緒にしてくれるだろうな。なそのことなら心配いりません。金之助は腹帯を解きながら下げすむように言ったあなたが頼まなくとも旦那様のために秘密を守りますこんなことがもし分かったらおそらく旦那様は生きてはいらっしゃらんでしょうから6 誰ですおむらはヤグをはねて起き直った。裏口から誰か忍び込んでくる気配がしたのである。誰ですおななさんか。返事がない。おむらは静かに起き上がると、手職をつけて気上にも繰りアい入っていった。見るとそこに、 やり足軽の小不足をつけたものが立っている。見覚えのある武装だ。おや、金之助ではないか。し俺、俺だ。ばあや、俺だ。人傘を脱いで、震えながら上がってきたのは、慶太郎であった。おむらは、あっと驚いて。まあ、若様。 大きな声を出すな。み、水をくれ。どう遊ばしたのでございますか今自分そんな姿をなすって。なあに、父上、父上にちょっと。と、慶太郎は、冷や汗を吹きながら、つまらぬことで叱られたのだ。それで、しばらく、ここにかくまってもらおうと思ってきたのだ。 父上のお怒りの解けるまで二三日。嘘です。鋭い叫び声がして、裏口から突然おななが走り込んできた。慶太郎は飛び上がるほど驚いた。若さまのおっしゃることは嘘です。おななさん、どうしたのです。おばさん、私はちゃんと見ていました。 若様は、岡崎へ援軍を頼みに行く大切な役目を申し付けられながら、命が惜しさに金之助さんを。だ、黙れ。何をでたらめを申すか。お待ちなされまし。お村はきっと慶太郎を抑えて。おななさん、詳しく話してください。言いますとも、 おななは完全と眉を上げて、見届けたことの始終を手短に語った。おむらはわなわなと震えながら聞いていたが、おななさん、それ本当でしょうね。若様のそのお姿をご覧なさいまし、その足軽の姿で、金之助さんの帰りを待ち、自分が死者に行ったような顔をして、お城へ戻るつもりなんです。 その格好を見ても、おばさんはお疑いになりませんのああ、ああ。おむらは、両手で胸を締めつけながらうめいた。そして、いきなり慶太郎の利き腕をつかむと、おななさん、旦那様の人梅案内してください。すぐにです。さあ、お前も来やれ。あ、ばあや。 痛い。おななさん、早く案内してくだされ。病人とは思えぬ恐ろしい力で、慶太郎をずるずると引きずりながら、古外へ出た。どうしようというのか。おななには無論のこと、慶太郎にも、おむらの本当の気持ちはわからなかった。金之助でさえ、与右衛門を悲しませぬために、 内密にしておこうといったものを小村はそれを打ち明けてしまおうとするのであろうかそれとも他に何か訳があるのであろうか慶太郎は何度も振り離して逃げようとしたけれど小村の手はまでもついたようにびくともせず本街道口を西の木戸へと進んでいったするとその途中で 人見回りと思われる武将の一行とばったり出会ったが、思いがけなく、榊原与右衛門であった。ああ、旦那様。見るなり、お村は叫んだ。お待ちくださいまし、お村でございます。何お村与右衛門は立ち止まって、従者の差し出す松明の光で透かし見たが、 すぐ、慶太郎を認めて。いや、そこにいるのは慶太郎ではないか。違います。違います、旦那様。おむらは、青ざめた顔を振りあおいでいった。慶太郎様は、ご勇敢に敵陣を突破して、岡崎城へおいで遊ばしました。ここにいるのは、私のせがれ。 臆病者の金之助でございます。おむら、刑をかばうのか。私は、今こそ本当のことを申し上げます。ここにおりますは、亡き夫、母平と私の間に生まれた子でございます。お聞きくださいませ。お屋敷へ乳母に上がりましたとき、夫、母平が悪だくみいたし。 若さまと自分のことを取り替えたのでございます。何こう取り替えたというのか。茂ヘは我が子をお旗頭のおよつぎにしたかったのです。何度いっさめても聞かれず、そのうちにはまた折りもあろうと、致し方なく私は若さまと自分のことをお取り替え申しました。 それから今日まで、どんなに苦しい申し訳のない月日を送ったことでございましょう。今日は事実を申し上げよう。明日は。そう思っているうちに、茂兵は病死いたしました。証人がいなくなっては、なおさら申し上げてもお取り上げにはなるまいと、思い煩いが重なって、とうとう私も病の床につくようになりました。 十何年という長い間、私は絶えず、針のむしろに座っているような気持ちでございました。七。意外な告白である。慶太郎もお七ななも、のけぞるほどに驚いた。しかし、与右衛門の心は、さらに、さらに大きく乱れたのである。それは、 それは誠か、小村。証拠はここにあります。小村は、慶太郎を指さして言った。この姿をご覧くださいませ。ご死者の役目が怖さに、自分は足軽の姿をして隠れ、本当の若様を身代わりにして岡崎へやりました。その時の若様のお立派な態度は、 ここにいる娘が証人でございます。若様はこんな卑怯な子を持ったと知れたとき、あなた様がどんなに悲しまれるか知れない。旦那様のために秘密を守って身代わりになろう。そうおっしゃって勇敢にお出かけ遊ばしました。私が何を妄想より、これこそ本当の若様である証拠でございます。 啓太郎与右衛門は思わず西の空を見てうめいたおムラの目に現れている真実の光命を捨てた真実の光はもはや疑うべくもない知らなかった今日まで自分の息子と思っていたのは足軽の子であり本当の子は足軽として貧しく育ち あらゆる苦労の中で人となったのだそして今彼は自分を悲しませぬために喜んで他人の身代わりになりただ一人敵陣を突破していったのだしかも彼は何も知らないでいる与右衛門はもう一度西の空を見てもしこのまま敵に捕らえられでもしたら 彼は何も知らずに死んでしまうだろう。それはできない。生きているうちに一目でも本当の父の顔を見せてやりたい。たった一言親子の名乗りをさせてやりたい。不幸な子を思う親の愛情ほど切なものはない。与右衛門はすぐさま意を決すると。孫兵 と、家来の方へ振り返って。お城へ上がって申し上げ榊原与右衛門は初めて軍令を破り、ただいま西の軌道を撃って出ますと。は、かしこまりました。それから、現在門は陣柄行け。わしは、わしはこのまま金之助を追って出る。手勢を揃えて後から続くのだ。 抜かるなそう言って引かせた馬に飛び乗る「む村軽はずみをせず待っておれよ」言葉を残して一口馬服を蹴って疾風のごとく西へ向かって走り去った榊原の手勢五百余機は急砲とともに完全と立ち上がり与右衛門の後を追って怒涛のごとく敵陣へ踊り行った と、これとほとんど同時に、金之助の急報で、徳川家康の軍勢が押し出したので、敵はみるみる崩れ立ち、榊原の先手は、ついに家康の第一陣と出会ってしまった。陣頭に馬を進めた与右衛門は、旗印で、早くも徳川勢と知ったので、ただ一気、鞭をあげてはせつける。織氏も 徳川勢の中から、慶太郎の鎧をつけた金之助が、これも馬を煽って戦場を横切りつつ、シックしてくるのが見えた。やあ、金之助ではないか。横様に馬を乗りつけながら、与右衛門が呼びかけた。金之助はちらと見たが、あ低く叫びながら逃げようとする。その行く手を与右衛門は乗りふさぎながら、 待て、金之助。死祭はもうわかっているぞ。えっそればかりではない。お前は、わしの子なのだ。お前は、榊原与右衛門の子なのだぞ。なんと仰せられます。金之助は、思わず馬上に伸び上がった。訳は、お村から聞け。慶太郎こそ、お村の子だ。 わしの本当の子はお前なのだ。金之助、父と呼べ。お前は榊原与右衛門の子だ。ここにいるのがお前の本当の父だぞ。父上。馬を寄せて、避けるように呼びながら、金之助は、ひしと与右衛門の体へ抱きついた。両方の鎧が、二人の心を語るかのように鳴り響いた。 十五年の長い春秋を経て、今こそ父と子は互いの血のぬくみを感じたのである。明けかかる空に味方の勝ち時の声が牛ろのごとくどよみ上がった。それもまたこの父と子の喜びを祝福するかのように。